日本海の上空で昨日、訓練飛行中だった自衛隊の F-15 戦闘機から重さおよそ200キロの部品が海に落下しました。航空自衛隊によりますと、今のところ被害の情報は入っていないということです。航空自衛隊千歳基地によりますと、25日午後3時20分ごろ、千歳基地に所属する F-15 戦闘機が千歳から北北西210キロの日本海上空で訓練飛行中に左エンジンが異常を示したため、千歳基地に緊急着陸しました。点検した結果、左エンジンの一部、重さおよそ200キロの金属製の部品がなくなっていることが分かりました。部品は日本海に落下したとみられるということで、航空自衛隊は第一管区海上保安本部や北海道などに連絡しましたが、今のところ被害の情報は入っていないということです。航空自衛隊では現在原因を調べています。